こんにちは。カクテルラボバーテンダーの太郎と申します。今回はシーブリーズというカクテルを紹介します。材料はウォッカ30ミリ、クランベリージュース30ミリ、グレープフルーツジュース30ミリになります。シーブリーズは海のそよ風という意味のカクテルです。このカクテルは1980年代にアメリカの西海岸で誕生し、その後日本でも紹介され、特に女性の間で人気となったとされています。クランベリーの甘酸っぱさとグレープフルーツのほろ苦い酸味のすっきりとした飲みやすい味わいとなっています。それでは作っていきます。